さあ今日はですね、まあ、ちょっと本当にもうどん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 増え続ける我が家のエコバッグを紹介したいと思います。もうね結構買っちゃってますね。でこの予感日和のコラムでも前書いたんですけど、竹かごにはまっていて、まあ、竹かごを持って買い物にも行ったりするんですけど、まあ、そういう時もあれば普通のエコバッグ使う時もあるので、ちょっとその辺をねちょっと一個一個紹介していきたいと思います。まずはやっぱなんだかんだ言っても一番おすすめでよく使うのがこちらのね竹かご、そして竹かごなんとこのサイズの竹を2個も持ってるっていう、なかなかですよね。うん、そうだね、竹かごだね。もともとこれをまあ自分で購入してコラムとかにも書いたんですけど、まあ、竹かご好きっていうことで、なんとですね森三中の大島さんがその地元のまあ栃木でまあ爆買いをしていただき、でこの竹かごもまあ出産祝いでくださったんですよ。でこうあの幅は一緒なんですけど、これ分かるようにこの口の広さが全然違うので、やっぱねこっちの方が使いやすいですね。いっぱい物も入るし、そうあのお肉とかもそのまま縦にこうパックを入れたりするので、結構こっちをたくさん使っておりますね。これね竹かご何がいいってね、まあ、バッグだけじゃなくていろんな用途があって、最近はここにキュー太郎の洗濯物を入れてで洗濯機まで持ってったりとかっていう使い方もできるので、まあ、いろんな用途があるなっていうので竹かごはね本当におすすめです。でなんか繊細そうに見えるけどものすごい丈夫、調味料とかの瓶バンバン買っても全然壊れないですね。もう竹かごはめちゃくちゃ愛用してるし、なんつったってこう気分がね上がるエコバッグでございますね。なんかもうちょっとしたお買い物とか、まあ、歩きの時とかによく使うのが、まあ、こちらの数々なんですけども、これもだいぶ使ってるね。まあ、お仕事とか行く時ってやっぱ竹かご持ってやっぱ行けないから、カバンの中にこうパンと入る、まあ、こういうものを入れとくんですけど、これがねまずねモンベルさんのこれエコバッグ、まあ、エコバッグなのかな、多分これもね奥平さんが紹介してたのを真似しました。これもいいんですよ、結構な量入るし、何がいいってこのねこういう風に好きかけできるっていう、それが便利ですね。荷物が多いとねもうこれはこれでいけちゃうっていう、これも結構使います。でもう一個おすすめなのがこれ、日本のメーカーですね、このナンガさんっていう。でこれ見てわかるようにめちゃめちゃちっちゃくないですか。もう軽いし、もうカバンに入れてももう逆にもうどこに行ったか分かんないぐらいのちっちゃさなんですよね。これもでも開くとめちゃくちゃ丈夫。やっぱねそのテントメーカーとかさ、そのアウトドアの寝袋とか作ってるメーカーさんだから、生地がとにかく強いのよね。ただ信じられないぐらい薄い、でも結構な重いものを入れても絶対に破けないっていう。でサイズ感もちょうどいいので、それこそコンビニぐらいだったらもうこのナンガで十分ですね。でこういうのをまあ使い分けたりしていて、で最近もねちょっとこれもなんかさ、あのエコバッグって軽いものはこうやって持てるんだけど、重くなるとしょいたいなって思いません？ずっと持ってて、でもどっちの用途もあるといいなと思ってたらあったんですよ。これはねちょっと海外のブランドなんで、ちょっとなんていうブランドかちょっとよくわからないんですけども、あのこれなんとそんなに重くない時は、まあ、こうやって手持ちでできて、でやっぱ調味料とか重いものを買った時とかはここを引っ張るだけで、なんとこれリュックになるんですよ。あ重いな、手で持ちたくないなって時にはこっち側にしてこれ持って帰れるっていう。あとね撥水もあるので多少の雨でも全然大丈夫ですね。これはちょっと新たに買ったエコバッグで、つい1週間前にもう一個追加しちゃいました。これから夏になるじゃない。これはねツタヤ家電で買ったんですけど、あそこまあ本も置いてあるけど、いろんな雑貨も置いていて、またおしゃれなもの売ってんのよ。見てこのパッと見はこの紙な感じなんだけど、中がこうやってクーラーボックス仕様になってんのよ。でこれからの季節よね、夏に向けて、まあ、お魚だったり
まあ、肉だったり買った時に、まあ、保冷剤を入れとけば多少のこのクーラーボックス代わりになるっていう。でも外見はこの紙の素材でおしゃれっていう。で見てこの容量で、これ何がいいってお気づきですかね、この形。なんとスーパーのカゴにそのままスポッと入るんですよ。だからまあ、買ってピッピッピッとするときに、すいませんっつってここにカゴにドンって置かしてもらったら、もうお店の方がこうどんどん入れてくれるわけで、そのままもうこうやってパッして、これパッて帰れるわけ。もう最高よ。またカゴから自分のエコバッグにこの入れるっていう、あの作業もさ、時間取るじゃない。最近はもうちょっともうこっちで子供とかもいるので、もうなるべく時間を短縮したいなと思って、そう、これも新たに追加しちゃいました。多分夏は大活躍だと思いますっていうね。ちょっとね、もうやばいよ我が家のエコバッグ。もうエコバッグ迷子です。でもまあ全部使ってますね。用途に分けて一応使っているので、なんか皆さんもあ、それ良さそうってあったらぜひちょっと使ってみてください。そう、1個ぐらいはなんか皆さんのこうピンポイントなものがある気がしますね。そう、でもね、やっぱ一番こうエモいというかね、一番キュンキュンするのはこの竹かごですね。うん、おすすめです。